バニラスカイ。女の子はハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイも熱い音時間ご一緒しますんで、させていただきますので、皆さんの力で成り立ちますんで、ぜひぜひ最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。まず1曲目、このね、ようこのもうどうしよう、もうこの気持ち抑えきれないっていうくらいね、今日もいいことがあったんですよ。皆さんとつながる音時間のためにいいことだったんですね。だから甘い甘いラブソングを皆さんと一緒に聞きたいなと思って、ヨコからのプレゼント曲です。みんな大好きだよ。お聴きください、スイーティー。愛してる、ずっとずっと I will love you forever ever。 こんなに愛せるって知らなかったの、いつもそばにあなたがいて、どんな時も包んでくれる、その声も腕の中も全部だけのもの、苦しいくらいあなたのリズムに負けそうで、何もいらないからね、早く守り続けよう、愛してる、ずっとずっとあなたに愛されて強くなる、この世界ごと守れちゃうくらいに愛してる、めっちゃ甘いラブソング、いかがでしたか、スイーティー。ねえ、皆さんにとってさ、甘い時間ってどんな時間があります？もちろんね、甘いものを食べている時間も甘いし、好きな方とイチャイチャしている時間も甘いですね。そして何より私にとっては甘い時間イコール娘と過ごす時間でもあります。いろんな方のね、スイーティーというね、呼びたいような相手と過ごす時間、ぜひね、大事に大事にされているからこそ、恥ずかしくてみんなには言えないけど、でもね、たまにはね、のろけることも必要なんじゃないかなと私は思います。のろけられるうちにのろけて、皆さんの幸せを周りの人にいっぱいいっぱい伝えちゃってね、そのくらいね、こう恥ずかしいくらいの愛情表現がないと、多分ね、日本人の男性も、そして年齢重ねた日本人の女性もね、ごめんなさい、ちょっと言葉が違ったかも、日本人の女性はもう特にかな、慣れていないでしょうね。だからこうちゃんとね、愛情表現してあげないと困っちゃう、そういうところはね、大事にしていってほしいなと思います。まあ、一丁前に話しておりますが、
そんな陽子も着実に年齢を重ねております。そんな陽子を応援してくださるカズさんからまたメッセージいただいておりますので、お読みしたいと思います。陽子さん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。またお便りしちゃいました。あなたのカズさんです。今高齢者向けのコロナのワクチン接種が始まっていますね。私は92歳になる母と同居していますが、今日やっと母の2回目の接種が終わりました。万歳。ワクチンを接種したから絶対大丈夫というわけではないでしょうが、もう誰が感染してもおかしくない昨今、高齢の母がかからないように、同居している家族が感染して持ち込まないようにと、とても気を使って生活していたので、ほんの少しは心にゆとりができるような気がします。1回目の時は少し腕が上がらなくて筋肉痛もあったようですが、大したこともなくてほっとしました。今度はどうかな。明日は私も仕事を休んで家で様子を見るので、多分大丈夫だと思います。さあ次は私も早くワクチン接種を済ませて陽子さんのコンサートに行くぞと、まだ先のことでしょうが、希望を胸に抱いて毎日頑張ります。話が長くなりましたが、今回のリクエストはサイをお願いします。この曲は物語のように映像がまぶたに浮かんでくるような歌詞で、曲もしっとりほっこりして気持ちよすぎて眠くなります。あ、寝ないでちゃんと聴きますね。まだまだ暑い日が続きますが、陽子さんも時々ゲストみたいなイッシーさんも、スタッフの皆さんも体調に気をつけてお過ごしくださいね。またお便りします。カズさんよりいただいたメッセージ、ほんとさ可愛いですね。びっくりしちゃうわ。絵文字とかね、使ってくださってメッセージいただいてるんですけれども、あなたのカズさんってね、もうずうずうしく、もう素晴らしい。毎回毎回ね、リクエストいただくたびに、そのあなたのカズさんを私も待ってますので、ぜひねこれからもメッセージくださいね。そしてリクエスト曲もまたいいものを選んでくださいました。分かってますね、陽子分かってる。もうね、夏の曲といえば、そして夏の曲に作りたかった思いといえば平和ですね。そういうね、いろんなねことがある中でも平和の気持ち、誰かが誰かを愛して作り上げていく世界、昔から続いているね、この大事な今を感謝する、そんな思いで歌詞を書きました。お聴きください。サイ。
金色の泥に染まってく朱夏の隅でに彩雲のように染まる雲の下縁日の人波白墨に響く蝉の声夕立に香る夏の月振り子の揺れる先に何にも縛られない世界痛み苦しみ悲しみも陽子の曲はとにかく平和を願っているこの気持ちをどうやったら伝わるかなと思ってもがいて歌詞を書いていることが多いです。その歌詞の中にね、あなたがいなくても私がいなくてもっていうね設定で書いている、そういう思いで書いているものもあるんですけれども、一見ねさらっと聞くと、あこんな感じの曲なんだっていうのがちょっとね、言葉を置き換えたり歌詞の最初に主語を持ってくるととても分かりやすい歌詞になっているつもりです。その中でもこのサイという曲は、時計の針の先に振り子の揺れる先に痛み苦しみ悲しみも同じ場所に登る同じ場所に帰る、どういったことを伝えているのか今一度もう一回ね、サビは特に聞き返して考えてもらえないでしょうか。私はこの曲にはいつも等身大の私で立ち向かいながら歌ってます。この一生懸命伝えたい、残していきたいこの思いをぜひ聞いてください。お願いします。ではこのねサインも歌う予定であります。あ、言っちゃった。実はね、6月25日の金曜日夜8時より陽子のオフィシャル YouTube または KKB 鹿児島放送公式アプリのカプリより陽子生配信ライブをいたします。なんと今回は初の試みであります。 KKB 鹿児島放送のカプリスタジオを飛び出してグランラセーデ鹿児島という結婚式場のチャペルより、ピアノの北園真由美さんと一緒にアコースティックライブを生配信いたします。もう一度お伝えしますね。陽子は今度はグランラセーデ鹿児島さんというね結婚式場より生配信ライブを行います。嬉しい、ありがとうございます。1年間続けてきてよかった。グランラセーデ鹿児島はとってもね美しい、もう
インスタだったらもう倍は来るっていうね、結婚式場でございますので、どういった内容のアコースティックライブになるのかは見ていただいた時のお楽しみに、もうめちゃくちゃ私も楽しみなので、もう一緒に楽しみ楽しみ楽しみで一日過ごしましょう。絶対明日6月25日夜8時より陽子のオフィシャル YouTube YOKO 陽子鹿児島で検索していただいた Choose Happiness というねチャンネルか、もしくは KKB 鹿児島放送の公式アプリカプリをダウンロードしていただきましてご視聴ください。今回も投げ銭ライブとなっておりますので、ぜひ皆さんいいなと思ったらチャリンチャリンとね、チャリン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 ぐらいねお願いしたいと思います。陽子がお姫様になっているのか魔女になっているのか、それともというところでね、皆さん楽しみに衣装の方もしてくださいね。何よりね、下見に会場下見に伺った時、結婚したくなりましたね。いいよねやっぱり結婚式って。私は結婚式場で結婚式をしたことがないので憧れますね。いや34になってもう娘も14歳だし、今更ね、もしね誰かと結婚することがあって結婚式場で結婚式をするかなって思った。いやもう最近私もうウェディングドレス着ないだろうと思っててさ、もうそんなこと考えてた私がなんと下見に行った時、いいなこの場所を大事な方と一緒に歩く、それが2人の思い出となりみんなとの幸せな時間となり、もうさあいいよね、とにかくいい。何がね私の中で変わったかって言ったらね、今までだったらさもう音楽いっぱいの結婚式みたいなことしたいなとか思ってたと思うの、もう終始音楽ばっかりでとか。だけどね今私が一番したいのはね、音楽なくていいのよ。音楽なくていいからシーンとしたところでちゃんと誓い合って、もうさ拍手とかさおめでとうっていう声でさ、誰かがいい音楽を奏でることではなくて、みんなが心からのメッセージをくれる、そういったね結婚式、私はそれかな。いいよね。まあね、夢見物語な陽子さん、そういうことをね平気で言える人だからいいけど、きっと皆さんもねいろんな夢を持ってますよね、物語ありますよね。ぜひぜひそのね物語大事に大事に生きていきましょう、お互いね、どんな時でもね。それでは皆さんのハッピーを願ってお聴きください。 Unfinished Story。まっすぐな優しさ、その笑顔の中に秘めた強さ、惹かれていた。あなたを思えば思うほど優しくなれる心、満たされてく。やっと気づいたの、場所探し求める私の前に差し伸べられるその手を守り抜く意味、愛を紡ぎ奏でよう、その一つの出会いが出会いをつないで結ぶ奇跡、この空の下大切な思いは時間
バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。さっきさ、ちょっといろいろ私の思い夢的なこと言ってましたけど、私の中にバージンロードを父親と歩くっていうのがね、とてもね憧れでした。それでね、昔そのバージンロードを歩くっていうことをお願いしたいことがあります。あったのよ。でも本物のバージンロードじゃなかったのね。まだ私がね、女性として娘としての夢を持っていいなら、大好きな父と、父が認めてくれる大好きな人とね、一緒に歩きたいですね。父と本物のバージンロードを歩きたかったなっていう思いがね、消えないですね。だからね、私の娘が今父親がいないでしょ。だから娘にはちゃんとバージンロードをきちんとした形で歩かせてあげたいなっていう思いがね、私にはあります。きっと親としての陽子がね、親として願う幸せの形の1ページなのかなって思う。私はね、ベールを下げて送り出す人で、バージンロードはちゃんとシノンがお父さんって認める人、そして私が世界で一番、私の中で一番愛する人、その人がちゃんとシノンを新しいパートナーのもとに、新しい家族のもとに送り出すっていうさ、すごく大きな任務があるわけじゃない。それを全うしてくれる、それがね、私の中では一番幸せなことだなと思いますね。そうだからさ、皆さんも、もうこの6月はさ、ジューンブライドって言われてたりするじゃないですか。6月に結婚するとね、幸せになれるとか、いろんなジンクスがありますが、いつ結婚できたとしても、皆さん自身が幸せであったり、皆さんの周りの方が幸せである、そういうお手伝いが自分自身ができる人であったら素晴らしいと思いませんね。えだから私は娘の結婚式のバージンロード、どんな風に素敵に彼女が歩けるかを、これからも日常を通してプレゼンしていくかな。で、それが大きなきちんとしたプレゼントになって、彼女が幸せなスタートを切れるようにっていうね、また母親としての子育てのね、一つの楽しみだなとも思っているんですけれどもね。まあその前に相手がいないと話になりませんが、陽子の妄想にお付き合いありがとうございました。ではね、皆さん、明日の生配信ライブもとっても素敵な場所、グランラセーレ鹿児島よりお届けします。皆さんにとって音楽が何かとか、皆さんにとってこのコロナ禍の影響がどう受けられてるのかとか、それは陽子には全ては分かりません。だけどね、よくは皆さんと一緒に音時間でつながっていたいだけなんです。どんなにお互い大変でも、どんなに苦しくても、それでも私は歌い続けたいし、皆さんが聴きたいって思ってくださっていれば、その気持ちを一番大事にしたいです。そして聴くつもりなかったのに聴いたら意外と良かったじゃんみたいな方、大歓迎です。ぜひね、皆さん、私の歌声世界中に届くように一緒に力貸してください。では皆さんにとって素敵な一週間でありますように、陽子は皆さんの幸せを誰よりも願ってます。めちゃくちゃハッピーでいてね。ではみんな一緒にバイバイハッピー。